今回は1月8日にサンパール荒川で開催された成人の日の集いをピックアップ。1月8日サンパール荒川には振袖や真新しいスーツを身にまとった新成人の皆さんが。今年荒川区では1995人が成人を迎えました。今年の成人の日の集い、テーマは The Beginning of 何々です。式典は随行小学校の児童によるコーラスで幕開け。新たなスタートを切るお兄さんお姉さんに素敵な歌声をプレゼントしました。続いて西川区長から新成人にお祝いの言葉が贈られました。これまでの20年を糧にして大人としてのご自分をご自分なりに作り上げていただきたいと願っている一人でございます。そして新成人代表の大野安寿さんからは成人の誓いが述べられました。国際化や IT の急速な発展により社会の状況は日々変わっていきます。その流れを見極め、その上で新しい流れを作っていくのはこれから社会に出ていく私たちです。未来へ向かう一歩目を今日意識しましょう。さて、人生の節目のこの日を新成人の皆さんはどのような思いで迎えたのでしょうか。生まれ育った場所でこうやってみんなでお祝いできることは非常にありがたかったと思うし、またなんか久々に会う友達とかもいい機会ができたので非常にいいと思います。やっぱ少しずつ今までの考え方を直したり、大人っぽくしていきたいです。社会に貢献できるようなちゃんとした人間になりたいです。いつでも目標を持って前向きに努力していこうと思います。自分の言葉に責任が持てるように夢に向かって頑張っていきたいと思います。式典の後には地区ごとに分かれてミニパーティーです。小中学校時代の友人と久しぶりの再会、思い出話に花を咲かせていました。そして会場に設けられたメモリアルボードには一人一人の The Beginning of 何々が書かれたカードが。大人として新たなスタートを切った新成人たち、夢や目標に向かって突き進む皆さんの今後の活躍が楽しみですね。